こんにちは、静岡県庁の村越です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて皆さん、静岡県庁が毎月発行している広報誌県民だよりをご存知ですか？今日は県民だよりについてお話ししたいと思います。担当の大塚さんです。自己紹介お願いします。はい、静岡県広庁広報課の大塚です。本日は県民だよりについて紹介します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。では早速県民だよりについて教えてください。はい、これが今月号の県民だよりです。いきます。今月号の県民だよりです。はい、静岡県の取り組みを広報誌で載せています。と、裏面にはフジッピーの4コマ漫画も掲載中です。毎月1回と1日に一番近い日曜日に発行をしております。新聞折り込みやコンビニなどでの配布のほか、県のホームページでも見ることができます。ぜひご覧ください。表紙も綺麗ですね。はい、ぜひご覧ください。ちなみに4月号が発行されていると思うんですけども、はい、4月号の見どころを教えてください。はい、4月号の見どころですが、カラーページになります。はい、こちらですね。はい、こちらです。農林環境専門職大学が開学しましたというニュースが載っております。この4月に開学した農林環境専門職大学は、農林業の高度な人材を養成します。静岡県の農林業の未来に期待大です。はい、ありがとうございます。ちなみに大塚さんのおすすめの記事ってありますか？はい、裏面の裏面、はい、地産地消レシピのコーナーになっております。富士の国食の都づくり仕事人の方が、静岡県内の美味しくて高品質な食材を使ったオリジナルレシピを紹介していただいています。簡単で美味しいレシピばかりなので、毎月お家で作るのが楽しみになります。はい、美味しそうなレシピですね。はい、レシピの作り方は動画でも公開しているので、ぜひ見てみてください。はい、ということで本日は大塚さんに県民だよりについてお話しいただきました。ぜひ手に取って見てみてください。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。皆様からのコメントやコラボ動画の依頼もお待ちしております。また次回見てください。4月7日に7都府県に緊急事態宣言が発令されました。静岡県は指定地域に入っていませんが、県民の皆さんは指定地域への訪問を避けてください。訪問せざるを得ない場合は、感染リスクを避ける行動をとってください。そして、引き続き手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、換気の悪い密閉空間、たくさんの人が集まる密集場所、近くで話したり声を出したりする密接場面の3つの密を避けてください。最新情報は静岡県ホームページで確認できます。感染拡大防止へご協力をよろしくお願いします。